はいどうもみなさん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もバットルブレイクアウトやっていこうと思います。ルルルルルはい、ということでね、えー、本日使っていくのは、えー、こちらのですね、最強のヘルメット、えー、通称ね、ザクヘル使って適用でプチ56していこうと思います。はい、ということで、 えー、今回やっていきたいね、マップが、警告のね、封作になるんですが、あのマップね、えー、僕ちょっとトラウマを抱えておりまして、20秒ぐらいでね、確か前回、しばかれたと思うんですよ。で、まあ、やっぱりね、頭を狙ってくるので、今回はね、えー、バイザーとヘルメットが共にね、アーマークラス6の、えー、最強のね、ダイヤモンド級ヘルメットを使って、敵をね、プチ、56していこうと思います。はい。もう頭はしばかせねえぞってことで、 えまあ決意を持ってね、えー、このヘルメット使っていこうと思うんですが、えー、それに伴いね、えー、今回作ってきた武器がこっちねこっちも前回のリベンジのやつ、ダブルリベンジバージョンってことで。 MPX をね作ってきまましたはい、まあ前回作った二十数万円の MPX とは、まあ、少しねグレードを下げて、えー、なるべくですね、えー、失っても、まあ、メンタルがねブレイクしないような MPX を作ってきたんですけれども基本ステータス、えー、垂直90の水平8 3ゴのみが70で精度が26腰打ち安定度76の、えー、有効射程が92 え重厚初速が390の重さが 5.24kg ってことで、えー、今回こんな感じでね、えー、作ってきましたはい若干なんかダサいというかここのね、えー、ハンドガードの部分をさまあこれエクストラバージンオリーブオイルとかにすると、まあ、もうちょっとね、えー、かっこよくはなるんじゃないかなと思うんですよちょっとバレルの部分がですねこの M にするとね、えー、丸見えちゃんなんですけどまあこれはこれでまあまたね え味があるというかなんだろうなこの見えてる領域この絶対領域がですね、まあった方がいいっていう方もね中にはいるんですけどまあ ここをね、エクストラバージンオリーブオイルにすることによって、まあ、もっとね、えー、見えてる部分が、えー、少なくなるので、この絶対領域の領域展開するかどうかみたいなところは、まあ、皆さんのね、えー、好みにはなってくると思うんですけど、まあ、とりあえず今回ね、まあ、値段との相談、まあ、兼ね合いをつけたってことで、えー、こんな感じでね、えー、使っていこうと思います。はい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 。こんな感じか。あれちょっと待って。なんかニスコの感じ変わったえ、こんなだっけニスコって。 よくわかんないけど、まぁ、あ、こんな感じだったらシーンは知らないけどね。はい。ってことで、まぁ、あ、こんなもんなんですよ。うん。使いやすい。まぁ、あ、このね、ニスコがあることによって、まぁ、あ、中距離、まぁ、あ、より縛きやすくなるかなって感じなんで、まぁ、あ、今回ニスコを使ってね、やっていこうと思います。当倍だと、まぁ、あ、若干近すぎるかなっていう感じはするので、まぁ、あ、こんなもんで、はい。まぁ、あ、4層貫通弾の 7N31 弾ぶっこんでるので、 えま風作でもね全然やってくれるんじゃないかなって気はしているはいま正直わからん前回はね警告のさま風作の様子をね見ることなく縛かれてしまいましたのでま今回はねそうならないようにちょっと全方をですねお見せしたいはいあの風作の魔境具合とかもさま知りたいのでま打つところまでねまお見せできればなとま欲を言えば縛きたいんですけどまちょっと前回のね自分を超えられるように頑張りましょう はい、ということでね、え秒速 30cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。えー、モシンナガン、モシンナガン、えー、こちらもモシンナガンですか違うかこれ SKS かな一人なんかよくわかんないやついるけど、多分 SKS かなはい、ってことで、遠距離、遠距離、遠距離、近距離。うん、バランス的に終わったわ。まあでも一人さ、まあ、近距離戦ができるやつがいた方が、まあ前に出てね、肉壁用になってくれるので、まあありがたいっちゃありがたいんですけど、今回ね、 えー、その役がなんと僕ってことで、えー、かなりまずいやっぱりさ、まあ、警告の封作ってこうなんだろうなもう遠距離しかいないからさみんな行きたくないんでしょうねで全員レベルマックスやりすぎだろ本当にえ俺さ、まあ、1日に1回くらいしかやんないからまだレベル17なんですけどもうみんなやりすぎてる本当まあちょっとこのクローズドベータテストってさ若干ねやっぱあの武器のね種類とか少ないしなんだろうなその あんまりなんかやり込み要素があるっていう感じではない気がするんですがもうね熱中してるんでしょうね恋は盲目って感じで皆さん多分周りが見えてないんでしょう自分がね、えー、このゲームに、えー、人生という名の時間を全ロスさせられてることにはまだ気づいてないらしい、えー、とりあえずなんか一番さん外周ムーブかめちゃめちゃ硬いな でこういう動きしないと多分勝てないんだろうな、風作は特に。警告の風作なんてもんはね、ほんとさ、遠距離から抜いてきますからね、ちょっと固め固め、麺固めでやっていきたいと思います。はい、僕ね、ラーメン屋に行くときはさ、必ずね、麺固めで頼むんですよ。じゃないとね、えー、麺がね、伸びてしまうんですよね、猫舌なせいで。あまり熱々の状態で、えー、食べるの得意ではありませんので、 まあ麺固めでね、頼むと、まあなんか中盤ぐらいにちょうどいい感じになってさ、まあ最初から最後まで美味しく食べれるって感じなんですけれども、まあ今回は、まあそのね、麺のオーダー的な感じで、まあムーブしていこうかなって感じです。はい。伝わったでしょうかまあ伝わらなくてもいいのよ。自分が伝えたいことをね、勝手にぼやいてるチャンネルなんで僕は、伝わらなくても、まあ別にかって感じ。おいおい、一番さ、そんな後ろ歩きする余裕あんのか 君に肉壁になってもらうからな、僕は。えー、後方支援は任せろ。なんか威嚇してくるな。もう5月もね、えー、終盤じゃないですか。最近なんか、まあ、このね、メンタルブレイクアウトの、まあ、あ天気は快晴ですけれども、結構ね、雨が降ったりすることも多くてさ、まあ、梅雨入りかなって感じしてるんですけど、あのね、僕ね、4月かな ?4 月あたりからね、その動画をさ、撮るたんびに、腕立て伏せをね、15回やらないといけないっていう縛りをね、実はやっていて、 もうそれもですね、まあ、2ヶ月、もう突入してると思うんですよね。はい。まあ、今から3ヶ月目に入るところなんですけど、結構体変わってきたぞ、みんな。ゲームばっかりやってる場合じゃないからな、本当に。筋トレってマジで大事だと思うんだよ。特にさ、まあ、20歳以降ね、あの、人のさ、その、能力ってのは、まあ、落ちてくるわけですよね。筋力とか筋量とかも。はい。20歳が、やっぱりね、一番いい体なんですよ。何をしてなくても、とりあえず、 まあそっからですね、まあ、体力っていうのは落ちていきますので、やっぱね、あの筋トレっていうのはめちゃめちゃ大事なのよ。特にまあ30歳手前とかさ、かっこいいパパとかになりたいじゃん、やっぱり。自分のさ、娘、息子からさ、パパ不細工って、だらしない体を見せられますかって話を。やっぱ運動会とかに出てさ、走れないパパとかね、嫌じゃないですか。 やっぱだから、いいパパをね、目指して、ま、僕もですね、え、最近は、ま、トレーニングに勤しんでるというか、ま、腕立て伏せしかやってないんですけど、腕立てってマジでね、あの、全身の筋肉使うんですよ。ああ見えて。ま、ちょっと僕ね、ま、腕立て伏せは、ま、胸中心に、ま、効くように、ま、いろいろね、え、工夫しながらやってるわけですけれども、ま、千差万別だからな。あの、腕立て伏せほどね、え、種類のある、ま、筋トレもないでしょう。 まあ僕はね、まあ、胸中心にやっていて、まあ、おっぱいを大きくしたいっていうね、えー、ちょっとあの、かっこいいパパからはかけ離れてしまっていますが、まあ、そんなね、まあ、野望というか欲望があるんですけれども、いや、ちょっとね、だいぶ体が変わってきたので、ま,あ、またね、1年後、えー、筋トレ動画でも撮ろうかな、みたいな感じで、えー、なんかしなければ、いるかもしんない。うるさいな。いっちゃはぁ、あ、なんやそれ。なんや、それ。なんかもう、痛すぎるわ、ほんとに。スカちゃんか、それは。 とりあえずまあ一旦ここで巻き巻きタイムしましょうか。味方全員生きてるわ。みんな外周できてんじゃん。マジか。しかも全然さ、あの銃声聞こえないんだよねこれ。やばくないこの環境。一発銃声出したら終わるぞ。でみんなサプレッサーつけてる。サプレッサー必須だわ。これもう銃声鳴らした瞬間、即終了配信です。はい。サプレッサーの音すらもね、 聞こえたら、ジ・エンド。えー、かなりね、過酷な環境が伺える。この野良の装備からしても。いや、これなんだよな、マジで。で、ちょっとこういうところさ、ちまちまね、ちまついていかないといけないんでしょう。これさ、スカちゃんやるのがだるくない小工場とかの。みんな遠距離装備だとさ、このスカブの処理がね、クソだるいんで、嫌なんですよね。まあ、今回僕はフルオート武器なんで、まあ、そんなこともないんですが。いるわ、イライラは。はい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 。芝居得。 とりあえず芝居で。で、ちょっと漁りましょうか。はい。物資オープニングセレモニー。ちょっとこの辺も変わってるな。ラージウェポンケースからは何が出るんでしょうか。しょっぱいやつ、しょっぱいやつ、そしてしょっぱいやつ。全然美味しくない。これが風作だなんて信じられない。アンビリーバボー。あ、ちょっとまずい。これ金庫開けたいぞ。ちょ、無料金庫やめろ。ちょ、マジか。やられたわ。あ、これまずい。3番さんと4番さんに開けられちまう。僕の無料金庫が。 ちょっと無料金庫の場所行きましょうか。頑張って走れ。ちょっとまずいぞ。アドバンスト武器ケースとかやってる場合じゃない。まずいまずいまずい。ああまずい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 。これまずいよ。4番さんが開けちゃうよ。これあー,あ,ーあー。あれここにないのえ嘘ないの？これあれないんか？無料金庫えマジで無料金庫スマホ版と違ってないのえ、ケッチえケチじゃん。何これあないわ。 無料金庫ってあれもしかしたらさ、こっちじゃない場所変わったかこれ。ここ普通に鍵部屋かな,なんか鍵部屋臭いよなえ違うっけあ、わかんない。これオープンできんだ。あれここ普通にさ、鍵部屋じゃないんかあ、マジか。あんだ、なんかじゃあ、あそこワンチャン無料金庫だったかもしんない。ちょっと検証失敗ですね。え、とりあえずスーツケースオープニングセレモニー。いやー、しょっぱいね、シャンプーは。 目に入った時にさ、痛すぎるランキング第1位。いや、なんだよ、これ。みんななんか、え、ばいばやばいばやばい。大丈夫か、大丈夫か。なんかいるぞ。はいはいはい。はい芝居とくわ。じゃあ代わりにな。みんなあさるじゃん。マジか。ちょっと待ってください。もう開いてるしな。うわ、主要なところ全部開けられた。あ、最悪だ、これ。終わったわ。ありました。ルシマルのそうだ。いや、でもいっか。とりあえず今回はね、えー、そんなもの拾ってる場合じゃなくて、えー、こっちですね。 このアドバンスと武器ケース、オープニングセレモニーしましょうか。こっちにもあったんだ。プレミアムウェポンケースーまぁ4.1もっとは一応もらっとくな。多分マスタンカ2000円はある。こういうマスタンカをね、覚えてるもん勝ちゲーミングなんで、このゲームは。まあ、どのゲームもそうか。結局さ、記憶しないといけないからめんどくさいな。まあ、僕、記憶力だけはね、えー、だいぶまあ自信があるっちゃあるんですが、ないっちゃない。 やっぱりもうね、27歳にもなるとさ、もうどん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 抜け落ちてきますよね。あのさ、サッカーでね、サイドライン割った時にさ、上からさ、投げるあれ、なんだっけあれ。スローインっていうのスローイングあれが出てこなかったんだよ。さっきもさ、なんか話そうと思ったんだけど、その話。で、何の話するか忘れちゃった。えー、まあ、とりあえずまあいいやいやー、ちょっと、渋いですね、これね。えー、じゃあちょっと ASMR かましておきましょうか。 今んところなんかスカちゃんにしか使ってなくてさあ、あんま僕のね、この重装備を持ってきた意味というか意義がですね、ないんですが、えーとりあえずここでじゃあ、うん、鎮痛剤パクパクタイムも挟んでおいて、行きましょうよ。いやーなんか敵どっかにいると思うんですけど、まあ多分ね、えー、岩も決め込んでるんでしょう。全然銃声ならないもん。おかしいでしょこれ。封鎖だぞこれ、マジで。 さあ、グルーガンやってきた。紫アイテムがうまい。そして、えー、マグネットセカンドシーズン。これ、マグネットウォーリアーが爆誕する可能性がある。アルファ、ベータ、ガンマがね、揃ったら、もう僕の勝ち確定しますよ。来いマグネットワンチャン来るんじゃないこれ。プロツールボックスから。はい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 。ちょっと待ってな。もうちょっとで揃うからな。あー、さすがに揃わんか。でもまだ僕にはチャンスがある。一般ツールボックス。ホームツールボックスとも言う。 さすがに出ないか。レンチマニアはほっといて。えー、ちょっとね、オーディナリージャケットも漁っていきましょう。いやー、でんな。なかなかいいもん出ませんな。ここからさ、極秘文書出たらね、えー、多分伝説になると思うよ。ほんとに。700万レイドカモン。まあ、でも1マスの時点でありませんと。えー、ここなくなったのあったあったあった。この引き出しとかもね、なんか配置が変わってるんですけど。 まあ、あとりあえずだいたい同じか。行きましょう、行きましょうよ、もう、ほんとに。こんなところでさ、なんか、ちまちまやっててもしょうがないじゃん。なんか、いるか、どっか。いや、怖いね。どっかで見てんじゃないほんとに。あー、まずい、まずい、まずい。ここで体力切らすの、相当まずいよ。危ないよ。大丈夫かどっかから撃たれた気がする。怖すぎる。しばかれ、しばかれ。これしばかれ入っちゃうから、ほんとに。ちょ、待って、待って、待って。今撃ったのさ、味方じゃないな。あ、敵だな。 いるなこれ確実にちょ見られてるかもしんないこの小工場僕たちはね敵の罠に引っかかったってわけさ絶対いるわあべべえウソウソウソハッ何それははは？は,は何それ待て待て待てお前かお前じゃん普通にえー、じゃあここでマガジンリロードからのちょっとね ASMR セカンドシーズン入れとくか一応なえマガジンはフルにするに限るマジで この一発のね、玉米が生死を分けるなんてよくある話さ。いやー、ちょっとマジでさ、敵いないんだよ、本当に。どうなってんのってくらいいない、マジで。ちょ、こっからさ、行こっか。裏口入学しましょうか。じゃあ、一番ナイスに。ナイスに。行け行け行け。あ、なんかようやくさ、なんか銃声みたいなものがなってきましたけれども。おいお待て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 。これ行こうよ、別荘。 おい、別荘行かずしてさ、何が警告だよ。やろうどもついてこい、本当に。頼むから、お願いしますから。ついてこいじゃなくて、ついてきてください、マジで。頼みます。一生のお願い使ってもいいから、ここで。おい、待て待て待て。帰るんじゃあねえ。おい、マジか。お前たち、俺を置いて帰る気か。おい、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 白状者かもう、自分さえ、え、べべべ、はは,は,は、びっくりしたもん、マジで。ビビらせな、焦った。 やばい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 やばなな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 な。んかじゃなんかなんかる？なんかいる？やったか,やったかこいつは人かもしんない。ワンちゃんどころかツーちゃんえ違うえ。これ人かな？調べてみます。はい、はい、はいはい、はい、人でした。あっぶなー。<laughs> 普通に人じゃん。はい。じゃあ人芝居いたらもう僕用ないんでえ帰りだと思うわ。はい、gg 対戦ありがとうございました。あー、うまいまいうまいうまいうまい普通にうまい。 君たち、これだよこれ。ちょっと待って、じゃあマガジン抜いておこうか。しつかりと。ああああああ,あ、ブッシュがうまいブッシュがうまい。この辺全部抜いてるからな。さあそしてなんか物資もさあいろいろあるんじゃないのこんだけね。バッグ詰まってたらしょっぱ。ここ封鎖だけど。ああ来た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 。こういう紫アイテム相当美味しいわ。はい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 、ありがとうございます。 え、じゃあ、こここうしてこうして、ちょっとテトリス始めていきましょうか。え、からの、え、ちょっとこの辺も、え、ばき入れさせていただいて、え、こっちのさ、なんか、価値とか見たら7000円の価値。ちょい、待てよ。え、ちょっと始まってるな、いろいろと。え、一旦ここですね、マガジンからね、ばきたかったんですけど、え、玉はですね、しょっぱすぎて、これはちょっと吐き気を催してしまいます。はい。あとなんかいらないのあるか、ちょ、この辺ばくか、さすがに。え、じゃあ、こっちもらいましょう。はい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 。 これでいいのよ、これで。で、これは何 ?T54。一応さ、あこっちのね、マガジンも見ておきましょうか。とりあえず。A1 弾とか入っててくれればね、嬉しすぎたんだけど、そういうわけにはいかないんか。ASMR 決め込みつつ、えまあ、ASMR より先に回復警察の皆さん申し訳ございません。3番、1番、4番は帰ってますね。僕のことなんてね、置いて。 許せんなマジで正直まあ回復が先か手術が先かっていうのはね、まあ、人それぞれ好みが分かれると思うんですが、まあ、この状況だったら間違いなくまあ手術でいいんじゃないかなと、はいまあ、余裕がありますんでね心の余裕は回復の余裕につながりますからでここで一気に全回復してあげるわけさであとはもうエナジードリンクをガブ飲みタイム決めまくって、えー、帰ってみましょうか大丈夫だろさすがにいないだろわかんないけど 僕がしばいた人はソロだったんか、ちょっと不明ですが。ま、とりあえずね、僕は僕でもう帰っていきたいと思います。はい。えー、じゃあここでエナジードリンクをゲーム飲みたいムうーうまい。これが勝利の美酒ってやつよ。勝利した後のね、エナジードリンクは格別だわ、本当に。ちょ、待ってくれよ、みんな。俺も置いていかないでくれよ。みんな帰ってんのか。あー、どん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 帰ってるわ。 ちょこんなところで敵に見つかったら終わるんで、ちょっと早くね、エナジードリンクを決めて、えー、体力回復させて、もう走れとにかくひたすら走りまくれちょっと風作の敵とはね、思えないほどしょっぱかったですが、まあ、多分ゴミ漁りに来てたんだろうな、風作角に、うん。うん。じゃあ、エナジードリンクを補充しましょうか。なくなったら足すだけなんで、で、さらにガブ飲みするだけなんで、さあ、じゃあもう、がっつり走りますよ。 あと一本あるしね、えー、だいぶ余裕がある。機関狩りしてるやつはさすがにいないよな。うん、いたら引くわ、本当にに。封鎖区角で何やってんだと。暇人かと。まあ、機関狩りをするプレイヤーなんてものはね、本当に人生にね、余裕がないと、まあ、できませんので、まあ、ある意味、羨ましいといえば、羨ましい。えー、とりあえず、ここでね、えー、しっかりとスモークを焚いてやって、えー、帰りましょうか。はい、これぞ、硬いムーブランキング第1位。あ、しかし、 そっち側から丸ミラだな。うんまあ、いっか大丈夫か。残り5秒だし。うん。もう僕ね、えー、両手離しちゃってます。これがまあ、勝者の余裕。